今日のエスタディオデメスタージャはサッカーにはもってこいの天気に恵まれました。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。ラリーガのこの一戦、バレンシアがバルセロナと戦います。なかなか面白いカードになりましたね。どちらのチームもいかにして主導権を取るか考えているでしょう。まずは序盤の作戦に注目していきましょう。クリスさん、今日のゲームですが、この2人の対決は楽しみですよね。はい、お互いに意識してるでしょうね。いいところを出し合ってくれると思います。こちらがバレンシアの先発メンバーです。こちらがバルセロナの先発メンバーです。このスタジアム、メスタージャはスペインのバレンシアにあるサッカー専用スタジアムです。82年のスペインワールドカップでも使用されたことのある会場ですね。さあ試合開始、まずはバレンシアのキックオフです。パスが通りません。グリーズマン、ブスケッツへ渡る、決めれば勝ち越し。このボールはキーパーが抑えましたね。ケビン・アメイヨ、いいスペースにロブを出しました。カットされます。ディフェンダーが読んでいました。フレンキーデヨング、ここで攻撃を止めます。前回の対戦はアウェーで引き分けの結果です。今日は勝ち点1では満足できないといったところでしょうか。前節の結果によりチームは現在ヨーロッパリーグ出場圏内に位置しています。このヘディングはゴールの枠を捉えられません。隅を狙ったんでしょうか。ポストの外にそれちゃいましたね。フレンキーデヨングに渡った。今日の試合チーム力ではあまり差がなさそうです。バルセロナとしては何が必要になりますか。決まるか。このボールは止めただけ、クリアできるか。バレンシアサイドにスペースがあります。ここでボールロスト。ベグホルスト、ディフェンスボールを奪います。これは見事なインターセプト。ここはディフェンダーが読んでいました。FC バルセロナがボールを取りました。ベグホルスト、キーパー弾く。コーナーキックで再開されます。グリーズマンのコーナー、クリアしきれません。ゴール寸前で見事なクリア。キーパーがギリギリでボールを処理しています。得点にならなかったのが不思議なくらいですね。バルセロナのスローイン、ボールはラウタロへ。ベグホルストに渡った。ラウタロ・マルティネス、ディフェンスがクロスをブロック。
さてここでスタジオから情報が入ってきました。ムニシパルでイプルーアで行われている試合でスコアが動いたようです。はい、最初のゴールがレアルマドリードに生まれています。現在スコアは1-0、時間は26分を過ぎたところです。報告ありがとうございます。他会場の動向をお伝えしました。ボールをサイドへ振りました。ラウタロ・マルティネス、ベグホルスト、このボールはしっかり止めました。ケビン・ガメイル、抜いた、周りを確認したい。ここはキーパーが死守、高い位置でカットします。ケビン・ガメイル、これはナイスインターセプト、キーパーがうまく飛び出した。ボールはフレンキー・デヨング、グリーズマン、ここはファール、危険な位置でのフリーキックです。フレンキー・デヨング、綺麗なタックルです。サイドにスペースが空いています。味方の位置を確認する、ゴール、決まった。見事なゴールは先制点だ。リプレイが出ます。このクロスが決定機を作り出しました。最後はドンピシャのヘッド、お手本のようなゴールでしたね。違うカメラから先ほどのゴールをご覧ください。さてムニシパルでイプルーアで行われている試合に動きがあったようです。はい、1点目のゴールがエイバルに生まれています。現在スコアは1-1、時間は41分を過ぎたところです。ありがとうございます。以上他会場の試合経過をお伝えしました。ケビン・ガメイヨ、ベグホルスト、フレンキー・デヨング、ひとまず前に出しました。さあ1点リードとなるこのゴール、得点の瞬間をご覧ください。レフリーの笛が鳴って前半終了。さあ後半です。バルセロナは追いつけるでしょうか。ブスケツ、アントワーヌ・グリーズマン、フレンキー・デヨング、視線が中にいった。さあ出すか、ここで止められました。惜しかったですね。このスローインはうまくいきません。ボールをキープできませんでした。ここでボールを奪い返します。ベグホルスト、ブスケッツ、ディフェンスの選手がシュートブロック、ここはクリアします。今朝さまざまなブログやタブロイド紙を騒がせていたニュースですが、トッテナムホットスパーが新しい選手を獲得するようです。はい、事実であればクラブにとって相当な戦力アップになります。さてここでスタジオから情報が入ってきました。ムニシパルでイプルーアで行われている試合でスコアが動いたようです。はい、
2点目のゴールがエイバルに生まれました。現在スコアは2対1、時間は55分を過ぎたところです。わかりました、報告ありがとうございます。いいパスが出ました、ニアポストへ入れてきた。攻撃はここまで。いいタックルだ、ボールをキープしました。バレンシアですが、あまりボールに触れていないようです。まあポゼッションが全てではないので、意図してやっているなら問題はないでしょう。要は勝てばいいんです。思い切って打てるか。いいボレーでしたが枠に行きません。素晴らしいキックでしたが、さすがに。コーナーを狙うのは厳しかったと思います。バレンシア、傷んだ選手に交代があります。ボールはフレンキー・デヨングへ、ボールはジェコへ。これはどうなりますか。ここで狙いたい。入ったかと思いましたが鮮やかに止めました。コーナーから中へ、キーパーがコーナーをパンチング。セルジ・ロベルト、ウスマン・デンベレ、エディン・ジェコ、ボールを奪い返しました。素晴らしい読みでインターセプトしました。グリーズマンにチャンスです。同点です。バルセロナが追いつきました。あんな危険な位置で相手にボールを奪われれば失点するのも当たり前ですよね。こういうミスをしていると周りから信頼を失ってしまいます。監督も明るい表情です。ようやく同点に追いつきました。ダニエル・バス、パスをつないでチャンスを伺っています。お互いに我慢のしどころでしょうか。デヨング、ブスケッツ、このパスは読んでいました。ラウタロ・マルティネス、危ない場面でしたがディフェンダーがカットしました。さあリードできるか。カウンターのチャンスです。ここはドリブルで前に出ます。ここは中央の選手にクロス、キーパーに渡りました。ボールはフレンキー・デヨング、パスが通ります。ゲームを作るパスが光ります。現在同点のままですが、バルセロナは先ほどから鋭い攻めを見せ始めています。セルジ・ロベルト、ボールはデンベレ、バルセロナパスをつなげない。バレンシア CF のアドバンテージを見ています。何かしてきそうですが、また通ります。
ここの2人の関係が非常に光ります。今日のゲームボールは ラインを割りました。ゴールキックです。両チームとも選手を交代するようです。ラウタロに渡った。いいビルドアップでしたが相手に渡ってしまいました。フェキルこの時間で見事にリードしました。これは大きなゴールですね。この後の戦術に注目です。アディショナルタイムですのでおそらくこれが決勝点になるでしょう。しかしよく決めました。違うアングルから見てみましょう。監督もリードを奪えたことに満足しているようです。ここからさらに流れをつかめればいいですね。試合が再開されます。バルサの選手に追い上げへの執念というものが見える気がします。ここでインターセプト。ここでホイッスル。バルセロナ無念の敗北です。今日はあと一歩及びませんでしたね。全体的にチャンスメイクのアイデアが足りなかったような印象がありました。大切なのは今日の反省点を次につなげることです。次に期待しましょう。この選手ですが今日は素晴らしいパフォーマンスでチームに貢献していました。今日のヒーローでしょう。あの時間に勝ち越しゴール、最高の終わり方でした。